マレーシアを訪問している岸田総理大臣はアンワル首相と会談し、価値観を共有する同志国に防衛装備品などを支援する新たな枠組みの実施に向け具体的に協議していくことを確認しました。この試合に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化し、人間の尊厳が守られる世界を確保するべく共に協力をしていきたい。会談ではマレーシアが南シナ海で中国と領有権を争っていることを念頭に、外交・防衛当局間での対話の促進のほか、経済安全保障分野での連携強化でも一致しました。今回の会談を通じて中国への牽制を睨み、ASEAN各国との関係強化につなげていきたい考えです。